はい、どうも秘密基地の愉快な放送局の時間がやってまいりました。ここ音楽とカレー&パスタのお店シークレットベースからカイト君企画の映画やアニメいろいろなジャンルをお送りしていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。はい、では早速ですが、今回のテーマは何でしょう。今回はですね、我々のお気に入りの本をご紹介したいと思います。イエーイ。じゃあ、早速ね、1人3冊そう紹介しますので、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、では1冊目、こちら、バール追い分け。おお、これね、作者が伊吹祐希さんという女性の方で、これなんでこの本がいいか、まずなんでこの本を選んだかっていうと、ジャケ買いしちゃったんだよね。あ、表紙がいいですね。うん、表紙なんかカレーの絵が描いてあるんです。はいはい、うちカレーあるじゃない、はい、メインカレーとパスタだから、はい、で猫も好き、黒猫の絵にカレーがあったからこれをちょっと選んだ。なるほど。感じです。で内容的には、まあ、東京の方の、なんていうのかな、の庶民的な人たちが住んでるような場所、下町ですかね、ぽいような感じのところの、まあ、お店のいろんな、バール追い分けっていうお店を中心にいろんな物語が進んでいく。でこの猫ちゃんもちょっと活躍する。バーなんですか。夜はね。昼間はカフェ的な。昼はカフェで夜はバー、はい、っていう感じの本です。でこれが続きがこのあと2冊出て、シリーズも、うん、でその続きを、さらにその続きを読みたいなって思ってるけど、もう3、4年経過してちょっと早く続き出してほしいなっていう一冊の。まだ出てないってことですね。まだね、うん、他のいろんな本は伊吹さん書いてるんだけど、これの続きがまだない。でこれを出していただきたい。お願いします。お願いしますっていう本が、これが一冊目です。じゃあ次、続きまして、2冊目、じゃん、はい、居酒屋ぼったくり。お、怖いタイトルですね。でしょ。これはお店に来る常連さんがなんか面白い本があるよっていうんで置いてってくれた。これもシリーズもので、これが第1部で、これが十何本まである。うん、でこれ結構知ってる常連さんがいて、ドラマになってたんだよね。うん、なんか聞いたことありますね。でこの、まあ、ぼったくられるのかなと、タイトルからちょっと読むのやめようと思って、はい、ずっと置いてたの、はい、で読む本なくなったから、で読んだらめっちゃ面白くて、はい、でこの中にいろんな、まあ、これも下町の居酒屋みたいな感じ、はい、で峰さんっていう女性の方がお店の、まあ、店主をやっていて、はい、兄弟で姉妹でかな、お店を切り盛りしてるんだけど、まあ、死んだお父さんお母さんの後を継いでお店を、うん、でいろんな料理作って、で来る常連さんが、なんかうちの店に来る常連さんたちと似てて、たまに相談事とか、はい、どうしようみたいなのを話して、でその常連さん同士で、まあ、解決していくような感じで、本の最終の方に行くと、その常連さんとその店主の峰さんがいい感じになるかなみたいな。ドラマではそこまではいかないけど、本を読み進めるとなかなか面白い展開。これ何がぼったくりなんですか。あのね、こんな料理でお金もらっていいのかっていういろいろ出てきますけど、ね、いろいろ落ちるね。自分が
あのこんな料理で人から金取るぼったくりだみたいな感じ。ああ。もともとのこの、この人のお父さんが言ってて、はい、まあうちもそうだね。そんなことないですけどね。いや、っていうことはあれですか、こう、まかない飯的な感じ。と、もう、そういうのもあるんだけど、まああとは常連さんが昔、なんだろうな、東京だからさ、故郷って人それぞれあってさ、はい、その懐かしい味が食べたいから再現してくれとか、はいはい、そういう感じのいろいろな面白いエピソードが、まあ十何巻もあるから、はい、が綴られているおすすめの居酒屋ぼったくり、作者の名前は秋川さんという人だね、はい、はい、ではこれが2冊目のおすすめになります、はいはい、続きましてこれが最後お、赤と青とエスキーズっていう、これ表紙いいですよね、うん、これこの書いてる人が青山美智子さんっていう人なんだけど、この本以外にあのいろいろ買ってたんですよね。でこれが今最新で出てたやつで、これはまあこれもこの人の作風ってこうあっちこっちあっちこっち あっちこっち行って思考ってんだよねみたいな、思考が飛躍するタイプですね。うん、なんだよね。でこれもその昔海外でこの絵を描いてた人とのつながりとか、日本で出会った人のつながりとかがいろいろ絡み合って最終的にいい感じに仕上がりましたっていう本です。であのこの作者のことはいろいろね、ツイッターとかで書いてる人いるんだけど、はい、よくわかんないです。私生活よくわかんないけど、この本は好きなんで、この作者さんも好きなんで、まあ読んで、でこれね、なかなか売ってないんだよね。そうですね、見たことないですよね。うん、あの本屋さんに行って発売日前日に行ったんだけど、この本欲しいです、買ったら予約してください、薬局さっき入荷しました、あ、フライングゲットしたんですね。はい、フライングゲットしました。はい、で、そこを読み終わった本です。なんか図書館にもなかなか、図書館にはあるらしいんだけど、はい、で、借りれない。人気なんですね。うん、人気の本らしいです。なので、もし読む機会があれば、ぜひおすすめなんで。やっぱ表紙が綺麗ですよね。そうなんだよね。写真ですか、ね、絵ですかね。絵なのかな。この人、画家なのね。赤と青でしか描かなかったこの最初の絵、これがきっかけで有名な画家さんになっちゃうっていうストーリー、ストーリーがね、それにいろいろいろんな登場人物が絡んでいく、まあ、画家さんがメインではないんだけど、うん、そういう感じの面白い本です。ぜひ、でいいですかね。いいですかね。じゃあ次海斗くんの紹介を、はい、おすすめの本だね。なんかすげえ熱い本とかあるけど。そうですね。はい、ではお願いします。はい。はい、では、私のおすすめの本ですね。はい、紹介いたします。まずはこちら。銀河ヒッチハイクガイドですね。古そう。これは70年代ぐらいの本ですね。70年代ぐらいの本って、40年ぐらい前。そうですね。これもう、SF 界では知らない人がいないっていうぐらい有名な本ですね。おお、なるほど。まあ、コメディ SF っていうジャンルにして、あの書いたのがね、イギリス人なんですよ。うん、もうブリティッシュジョーク満載なんですよね。ストーリーとしてはですね、あのとある男がですね、自分の家が破壊されそうになってるんですよ。
そこにこう道路を通すから立ち退いてくれと。おお、よくあるパターン。よくあるパターンですね。うん、ほんでそれをですね、まあああだこうだしてたら友達が訪ねてきて、うん、あの地球が破壊されるから宇宙に一緒に逃げようって言うんですね。どうやら銀河パイパスってのを通する。おお、なるほど。でそれに地球が邪魔だから、うん、地球から立ち退いてくださいっていうお知らせが、あのなんか銀河の中央にある市役所に提示されてたらしくて、まあ、それを見てその期間までに立ち退いてねっていうその日だったんですね。すげえ壮大な話がね、それで。で、なんとかかんとか宇宙空間に逃げまして、うん、宇宙船の中に乗って、うん、ヒッチハイクして、うん、どうにか暮らそうっていう宇宙船のヒッチハイク星のヒッチハイクみたいな、そういう感じなんですね。面白そう。まあ、これは本当にもうジョークが秀逸なんですね。でものすごく遠回りなジョーク、うん、まあ、イギリス風ジョークということで、うん、なのでこれはねもうぜひね読んでいただきたい、はい、一つです。はい、続いてはですね、はい、こちらになります、はい、骸骨香。難しそうなタイトル。これ養老孟司さんっていう方ですね、うん、が、書いた本でして、うん、小説じゃないんですね。これ養老さんっていうのは何かっていうと、何でしょうね、解剖学者です、うん、で、まあ、東京大学の医学部の学長かなをやってた人で、で昆虫の分類学者でもあります。でその人がなんでこんなね、本を書いたかというと、出版社の人に出版社のお金で旅行に行きませんかと言われたんですね。でじゃあちょうどヨーロッパに行きたかったと、でヨーロッパのお墓を巡ってそのお墓の研究をしようということで、要はなんかこう日本と西洋では死体に関する扱い方が全然違うんだと、うん、日本ではあの人目につかないようなところにお墓を作って、うん、まあ、あの隠すんですけれども、うん、西洋は違うんですね。もう美しく飾り立てると。でその文化の違いっていうのをまあ、各地を巡りながらいろいろ考察してるっていうそういう本になります。まあ、この本が面白いっていうのもありますけど、この養老さんがねやっぱ面白いんですよね。もうあの旅行記としても秀逸なので、もうあのヨーロッパ好きの方、もう旅行に行きたくても行けないという方ですね、これを読むとまあ行った気になれるというそういうふうに本になります。はい、で最後はですね、はい、これです。殺すテクニック。殺すの。これねすごい本でして、あのタイトルだけ見たらびっくりするでしょ。これ職場で読んでたら大丈夫って言われましてね。これ動画的に大丈夫。大丈夫ですよ。殺すテクニックこれ、いや私もあのなんかね怪しい本かなと思ったんですよ。ところが全然違う。タイトルとちょっと違う。違いますね。あの要はですね、人類の歴史っていうのは戦いの歴史だと。で戦いにまつわるものといえば、兵器ですね。で人はこう兵器をどんどん開発していったんですけれども、それと同じくらい医学が進歩していったんですね。要は兵器が人を傷つけるのと同時に、その傷をどうやって治すかっていう、もう医者と兵器の戦いだったわけです。なるほど。いやこのどういう兵器が発達していったのか、どういうふうにシフトしていったのかっていうのと同時に、医学がどう進歩していったのかっていうのをものすごく細かく解説している本になります。
もう医学書ですね。麻酔がどうやって発見されたとか、銃はどうやって開発されたとか、で銃による傷っていうのはどういう傷のつけ方がするのかっていう、そういうのをめちゃくちゃ細かく解説してるので、これはねぜひね面白いです。これ読んでて、これぜひね読んでいただきたい。はい、以上で秘密基地の愉快な放送局でした。今回はおすすめの本について紹介いたしました。ぜひコメント等よろしくお願いします。はい、チャンネル登録高評価もお願いします。では次回の秘密基地の愉快な放送局は何でしょう。我々お気に入りの CD をご紹介いたします。はい、はい、CD が正しい、 CD が正しい、どっちでもいいんですね。どっちでもいい、年齢による年齢、いやもう聞き取りやすいじゃないですかね。なるほど ね。はい、ではまた来週も楽しみに、バイバーイ。はい。Thank you.